ここで第2試合の特別ルールを説明します。通常3カウントホールは1-2-3ですが、この試合は本日12月23日にちなんで1-2-2-3の4カウントホールルールとなります。試合、テリヤキボーイスーパーマイルバーサスエベさん食いしん坊仮面。食いしん坊仮面いらっしゃい。これから第2試合ですが、2号さん、はい、スペシャルなルールですね。そうですね、12月23日にちなんで、はい、ちょっと変則のルール、はい、そうですね。いや、遅れました。2号さん、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そして後々リング上の武藤さんにもおめでとうございますの言葉をね、投げかけないといけませんね。はい、さあ入場してきたのは大阪プロレスからやってきました、食いしん坊仮面とエベスさん。食いしん坊横丁の方はなくなって、食いしん坊太郎も今や行方不明になってしまいましたが、大阪プロレスに来ればいつまでもこの食いしん坊仮面と楽しむことができます。いつもはこの大阪名物、そのトップの座を争っています、この2人ではありますが、このレイプスター、記念すべき大会のためにタッグを組み、しかしながら食いしん坊仮面いつものようにリングの上で一眠りです。そして謎に包まれているこのアベイシングエイプ、ベイプスタープロレスリングスペシャルレスラー入場してきました。あら、あとマイロは分かるんですが、これ菊太郎じゃないですか。おかしいですね。テリヤキボーイが出てくるはずなんですが、あ、一応菊太郎テリヤキボーイズのこのスタジアムジャンパーを着ていますが、はい、何のひねりもないですね、菊太郎。どうしたんでしょうか。本勝負を行います。青コーナー200ポンドエベさん、中小企業の守り神エベさんです。食いしん坊仮面、泣く子も笑う大阪名物食いしん坊仮面、スーパーマイロ、エイプベイビーマイロ、スーパーマイロです。テリヤキ太郎、テリヤキ太郎、ニゴンさん勝手に改名してますよ。勝手に変えましたね、本当、これ訴えた方がいいですよ。あ、ベイシングエイブはこういうところでしっかりやらないといけませんからね。ワン、ツー、ツー、スリー、今リング上で今日の特別ルールのミーティングが行われています。さあスペシャルルールとなります、ワン、ツー、ツー、スリーの4カウントルールです。そして、あ、大江さん、はい、これが東京で見られる、やっぱりこっからスタートですね。2号さん、これはじっくり見たいですよね。そうですね、たまりません、これは、はい、たまんないですね。さあ、これからとても凄惨で激しい戦いが、ここまでの展開、お互いの力は五分と五分。さあ、すぐにタッチを求めますが、ファイト。和田恭平レフリーは2人はファイトしてないとジャッジしていました。さあ、改めまして、さあ、珍しくお互いに渾身の一撃、失敗。打ってこいと、先に根を上げた方が負けです。あ、今度はデコピンですね。これ地味ながらもね、ダメージの深い攻撃を加えてますよ。さあ、もう十分だろうということで、大江さん、自然発生的にえーって出ましたね、はい、今ね。いいですね。お約束じゃなかったですよね、今このリングに釘付けですよ、はい、うん、
すぐに切り返していきます。さあ菊太郎も華麗なムーブで、当然です、明らかに回転する方向が違います。もう来ました。さあ腕を取っていく、ああ見せつけています、2号さんに見せつけています。相変わらず息ぴったりですね、仲いいですね、この2人、もう間がいいんですよね、タイミングがね、素晴らしい。あのプロレスという、ね、表現方法に本当に新たなるステージをね、はい、あの刻んだ男たちです。百裂拳から、ブレンバスターちょっといく、絶対そこ動くなよ、確かめています。多分ということは動かれると困るんでしょうね。なんか、あ、決まったかと思うような、今初めてね、今カウントだとちょっと僕らびっくりしちゃいました ね、違和感がありました、違和感ありますね。多分一番違和感感じてるのは和田恭平レフェリーでしょうね。そうですよね。さあスーパーマイロ2人もろともなり倒していきます。そして照り焼き太郎、本来ならば照り焼き防御はずだったんですが、エベスさんなんか変な感じ、すごくよくわかります。初代エベスさんと3代目エベスさんの対決です。フィギュア4ネックロック、首4の字固めです。嫌な予感がしてきました。これはまたや、見れますよ、戸惑っております。どうしたらいいんだろうと、捕まえて、しかしいくらスーパーとはいってもエイプベイビーのマイロ3人まとめて回すことは不可能かもしれません。おお、怒りのマイロ、マイロが怒った。そしてあっさりと3人まとめて逆エビ固め、これは食いしん坊仮面苦しい。二号さん、これ食いしん坊がこう痛がってるところはどうですか。そうですロープエスケープをするというところが、面白いですね。面白いですね。いや二号さん、マイロこんな顔するんですね。怒ってます。怒ってますよね。怒ってますよ。マイロ行くぞ。痛ましい事故が起こってしまいました。起きろ。四人が2、2、おお。ワン、ツー、ツーまで行きました。さあ再び照り焼き太郎対エベスさん、何やら、やるんかおい、やるんかこら、何やねん、おい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 、 UFO、 ひどい二人ですね。まるで二人、誰も決めるな、お、ブルトキングヘッドロック、やれやれや、やれや、なんでやれな、こんな、何がやねん、こら、何やねん、何やこら、三代目、こら、やがんじゃ、初代、ああ、何やこら、やんのか、やんのか、先祖やからって、お前、容赦せんぞ、おい、何やこら、おい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 、UFO でやれや、初代の方がしたたかでした。そして、引く落とし、よっしゃ、そのまま、オートムーンサルト、肉体がバウンドしました。ワン、ツー、ツー、あ、勝ったつもりでいたようです。よっしゃ、やれ、よし、はい、本日はメイプスタープロレスリング久々の開催ですが、お越しいただきまして誠にありがとうございます。エイプも15周年ということで大変めでたい、今後も私はこのベイプスタープロレスリングもっとやっていただいて、皆さんにも来ていただきたいと思っております。また二号さんやってください、よろしくお願いします。しゃべっとんねこら。それでは第2試合、縁も竹名ですがお別れ時間に近づいて、最後はこの技でお別れしたいと思います。それでは皆さん、さよなら、ブレンバスター。前工場があまりにも長すぎました。前工場だけで一気に切れちゃった。
エベスさんの体力ゲージがマックスになっています。さあそのエベスボトムカバーに入る、ワンツーツー、おカウントワンツーツー 1.9 ぐらいいきました。さあ食いしん坊とエベスさんをスーパーマイロ身軽の動きでこれをかわしていく。さあ逆襲です。2人で同じことをしてはいけません。さあそして怒りのスーパーマイロ、そして再びスワンダイブの450、スーパーマイロうっかりしましたね。やっぱり怒っちゃいましたね、これ。まあ赤ちゃんですからね、まだルールをいまいち把握してないかもしれません。よっしゃ、いけいけいけ、おーリバース450、ワンツーツースリー、ガッチリとフォーカウント。いや2号さん、はい、これは顔合わせもそうですが試合内容も、はい、本当に彼らの魅力がたっぷり詰まった、そうですね、大満足の試合ですね、はい、何度となく解説のお三方が素で笑っていましたからね、本当面白かった、はい、仕事を忘れてしまいますね。第1試合でああいう試合でつかみパッと会場つかんだでしょ、はい、彼らもやりやすかったと思うんですよね、それにしても伸び伸びやってくれたんですよね、はい、あースーパーマイロルールを忘れてしまってちょっと罰が悪そうです。いやでも2号さん、はい、あの菊太郎にはよくきつく言っておいた方がいいと思いますよ、これ、はいはい、この後ビシッと言っておきます、はい